で、まあ今日は新しいメンバーとかもいるんで、はい、楽しいっすよ。いっちゃおうぜ。やるっすよ。やるっすよ。やるっすよ。ペッツァー。じゃあ2016年はい2月の2月の19日、はい、天音誠の酔っ払ってよかろうもこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よいしょー、はい、始まりましたね。はい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 、ニコ生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 ですよ。スバルタ人気やね。いや、スバルタ、スバルタ人気やね。すごいんじゃないですか、スバルタ。そう言いますよ、マジで。ねね、おすごい。相変わらずだね。まあ相変わらず結構知ってる方もいると思うんですけど、ね、やっぱ初めて見る方もいると思うんで、まあ、スバルタに関してちょっとじゃあ自己紹介の方。あ、どうも。はい、スバルです。刑事グループ、3店舗制覇しました。よいしょ。それ言わないって言ってた。言っていいね。はいはい、どうぞ。顔腫れてる。いやいや、まあまあ、自己紹介。自己紹介終わりですか。いやいや、そんな雑な自己紹介。そんな、しっかりなね。雑すぎるだろ、お前、それは。びっくりしそうですよ。雑雑。まあ、ちゃんとしよう、ちゃんと。どういう自己紹介ですか、プロフィール。いや、例えば趣味は何々で、はい、いそこから好きな女性のタイプはこうで、うや好きなお酒は何々、何々。ね、そういう場合、質問振ってもらえるんじゃなくて、あの、いや、もちろん、もちろん。そんな優しいと思ってました、ニコ生が。いや、まあ、ね、そう、細田さんとかで書くじゃん、自己プロフィール。はい、そういうのを、ちゃんと書く。はい、どうぞ。はい、あんま尺取りたくないから、そこに。リアルじゃん。めっちゃリアルじゃん。そうですね。まあ、趣味は、はいはい、趣味はそうですね。まあ、どっちでいくか。まあ、まあ、どっちでいく、うん、もうそんな特にあれなんですけど、いやらしいわ、めっちゃ。いやらしいですね、本当に。すごいですね。いやらしいです。いや、僕も結構出てるんで、やっぱニコ生。いいの、はいはい、自己紹介。じゃあ、はい、スバルの自己紹介いらないですか。はい、じゃあこれでいるかいらんかで、はい、じゃあ決めましょう。うんうん、ね、うん、はい、うん、はい、まあいいか、もうそら。じゃあなんかじゃあスバルネタなんか。じゃあサクさん、ロベツも合ってない。はい、そうです、僕。とりあえずどこ乾杯、はい、よいしょ、乾杯乾杯乾杯。とりあえず乾杯しておきましょう。はい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 、とりあえずどう言うからね、もう言っときましょう、乾杯。自己紹介面白くしてる。はいはいはい、いやいや、いい、始まりましたよね。まあ今日も相変わらずフリートークでいこうかなと思うんで。そうですね、ちょっときね、いつもの早く。まあまあ、ないやん、いつものやつ。いつものね、ないだろ、いつものやつは。確かに、なんすか、いつものって。いつものないわ、ないわ、ないわ。ないわ、ないんかい。いや、それはどういう。いや、俺も分かるよ、ほら、いつものあれって。ね、いつものあれ、3人ぐらいいつものあれって言ってるじゃん。ないじゃないですか、いつもの。いつものがあるんすか。いつものどれ。じゃあもう分かってるじゃん。あれだよ、もう困らすな。めっちゃ困ってるじゃないですか。簡単に困らせるな。めちゃぶり苦手なタイプみたいになってるっすよ、今。スバルタ、サクト、馬。おい、馬来たじゃないか、それ。馬来ましたね。ね、有馬記念優勝してるんで、大丈夫です。めっちゃ速い。めっちゃ速いですからね。めっちゃ速い。足だけは、本当に。かけてもらって構わないんで、本当に。おぉ。ぜひ、期待に応えるんですね。あ、グループ発表会、刑事。あ、そうですね。はい、楽しかったですね。海と楽しかったですね。はい、海鮮美味しくて楽しめましたよ。海鮮しか食ってないよ ね。海鮮かラーメンと流行ったですね。めっちゃボロボロやん。あ、いいね、僕のコメントが上がってる。初登場、スバル君、最初は良かったけど。いやらしいですね。もうね。いや、もういやらしい。いや、もうそう、どうぞ、もうね。はい、いやらしい。まあ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 、まあ、とりあえずね。あの、サクさんに、はいはい、北海道でね。はいはいはい。一緒だったんですよ、あの部屋が。部屋一緒だったんですよ。部屋、はい、一緒で、うん、まあ、はい、結構久しぶりにあの同じ空間をね、そうね、過ごしまして、はい、そうだね。ちょっとやっぱ後輩の可愛いいたずらで、ちょっとサクさんのね、ベッドで軽くいたずらしたんですよ、本当に。したっすね。で、あのサクさんのやっぱあの先輩のちょっとあの、はい、やっぱこうなんていうんですかね、面白いあの、うん、リアクションみたいなね、なんかまあどういう、あ、そのリアクションがどうなるかっていうね、はいはい、温厚だからね、僕ね、すごく温厚なイメージ。そう、サクさんがちょっとあの若干あの軽く、まあ、お酒が入って、いや、そらそら、うん、はいはい、で、あの、
ブチギレ、ブチギレってそれブチギレでしょ。もうブチギレ、いや先輩の、先輩のベッドにそんなティッシュがぶわ散らかってたらさ、いやおかしいですよね。普通、皆さんじゃ後輩がいるじゃないですか。ね、こう見られてる方もティッシュ散らかってたらどうしますか。もうそんなダメですよ、それは。僕綺麗好きだし、笑うた笑うた。まあ多分ちょっとなんかね、さっきとそういうとこ良くないって、うん、俺じゃねえからな。自分じゃねえからな。もう本当に世界観がね伝わらなかったですね。世界観、そう、多分その何をコンセプトにそのティッシュをばらまいたかみたいな、説明が下手、雑っていうの、なんかそのどんな感じにしてみたいな、そうそうそう、ちょっとおもろい感じでとか。ティッシュ散らかない食うよな、食べる、誰だよ、誰がヤギじゃん。誰がヤギじゃんお前な。おおおい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 ね、おいいですね、うん、コメントあげてくださいね。今回ちょっと、ね、大体 この豪華メンバーなんで、やっぱスバルターン来てるんでね。そうスバルターン、よくやってた。スバルタンがね。やってあの、あ、なんすか、雑誌とか見てください。もし前の雑誌とか持ってる方いたら、まあ。あの、別に僕、自分ではやってない。ちょっとやってみて、あの、ピース。久々に。ちなみに、スバルターンってやったけど、これ、全然今度やったことないし。やってないっすよ。ちょっとやってみて、ちょっとやってみて。いやいや、あ、代表がやってるんですよ。へぇ、代表が、そう。もう、しかもやってないし、まあ、やっぱり、ハーレムも、ユーヤが入ってきたから。どんな、もう、ジラさんじゃん、そんな。いや、待って。前振りがあるもんね。100滑んのに、もう、それ。いや、滑れない、滑れない。いや滑るやん、いや、やってみてじゃん。いや滑るやん、だから100滑るやん、滑るやん。誰も下克上見したら、やっぱそこはやった方がいいと思いますよ。いや、そこじゃん、3、3、2、2、1、1、3、3、2、2、1、1、3、3、2、2、1を言うたれって言ったら、それはもうそこ違うやん。ちょっと、長いっすね、前振りが。ボケ、ボケ、眠たくなってきたな。重い、待て、その、ちょっと、いや、だからそこはね、待て、ニュープラゴル。そこら辺拾うんだ。めっちゃ気になってるやつね。さあって、まあ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 、さあさんに一応答えてくれなかったって、はい、知らない人もいるじゃん、流行るかもしれないじゃん。いやだからもう古いし、死後やから、もう本人一番分かってるから、それは。ここなんかちょっと顔下にして、もう顔を動かせー、全く気がしない、どこまで持ってこい、スバル、トイラとせい、スバル、どこまで持ってこい、スバル。はい、一言、視聴者に一言。僕ばかすか。いやいや、もちろんもちろん、それは誰が。はい、はい、もうよ。まあだからサクさんはなんていうんですかね、もう一言とかじゃなくて、もうちょいなんか話をね、こう中身の濃い話をした方がいいと思うんですよ。中身の濃い話。一言みたいな。中身がない話だよ、ね、今一言を言う。あ、雑だった。もうちょっと、あ、ごめんごめんごめん、それは。もうかっこいいけど、投げキスしてたよ、ね、いくらもでもかっこいい、それ。来た、でもサクさんやつ。へい、来た、へいへい、レタスだよ、こういう感じ。止まったぞ、一番止まっとるやないか。話しようって。本当に困っとるやつじゃないかよ。へいへい、はい、ノリ。へいへいが多分、てんてんてんってなる原因ですよね。いや、だからこれだけでもコメントある5、6個上がるじゃん。じゃそういうのをね、なんか、じゃあ、夏希、なんかね。じゃあ、なんか、そっちで振られて。へいへい、モチベーションは大事じゃん。へいへいで振られて、なんか、じゃあ、へいへいみたいになるじゃないですか、こんなん。はいはいはい。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 じゃあ違うね。スバル元気ないね。元気っすよ。どうしたんだろうね。元気。ちょっと心配になっちゃう。じゃあちょっと話をね、じゃあテーマを決めましょう。テーマ、お題はよう。いや、それも違うやん。山手線ゲームの方が、ちゃんとチャンスだ。じゃあ、ね、リスナーの方の意見も聞きますか、じゃあ。ね、どんな話。フリートークがね、最近、何の話をしようかな、みたいな。まあ前回、ブンブンブブブンで。こんなホストは嫌だ。あー、いいっすね、まあまあ。あ、じゃあ、行きますね、僕。じゃあ例えば、まあ、ご飯行きます、うん、でもまあどっかでちょっといいご飯屋さんに行きました。でその時にそのホストがこう箸を持っててこう見てる中指の爪の間に爪垢めっちゃあるみたいな、うん、そう俺やないかい。俺やないかい。そうさっきの俺やないかい。そんなつもりはなかったけどね。いやいや、もうそれ爪垢がめっちゃぎっしり詰まってたらちょっと引くよね、やっぱりね。これやりやお、俺やないかいって言わんかったらさ。いやいや、ね、そう、誰の、そう、やだな、こんなホストはで終わったっすよね。自分から言えば、まあ、それはほらほら、これで15個ぐらい上がるっすからね。はい、どうぞ、はい、次どうぞ。昨日場内、今日 MC。 あれみたいな。そんなことや、本当に無理やりやられたんだな、昨日場内やったのに、みたいな。ちょっとそれは、あ、いや、おもろいおもろい、やりすぎた。おもろい、5ぐらいやな。5。こんなホストはやる。こんなホストはやっぱいるじゃん。やっぱあるっすよね。やっぱそういうのあるじゃん。ね、やっぱ天外とか行ってね、ご飯食べ行ったりとか、はいはいはい、ご飯アフターとかね、いろいろあるっすけど、
あそこでご飯食べるときにくちゃくちゃ食べるやつ。あ、もうダメ、嫌じゃない。無理無理。それは男女関係なしで無理だね。ちょっと飯系は。飯系は。食べる気うせるわ。飯系はね。ちゃんとしてほしいから。食べ方汚いかったらちょっと指名する気うせるじゃん。歌舞伎以外のあり方しない。そう、俺新宿しか行かねえからみたいなね。何がかっこいいんだろう。いや、何みたいな。東京広いんだよみたいな。ね、店員に応募とかね。あるある。ね、ごちそうさまでしたが言えないやつとか。あるからね。ほら、お前みたいな。そう、常識は確かにもう。一般常識は、ね。常識だね。常識は必要。間を埋めるタイプですよね、馬作さんは。結構。もちろん、もちろん。基本清潔感なんでもかんでも。ね、そりゃそうよ。そりゃもう。もちろんね。ことはあるごとに左の髪ちぎるで、ちぎってねえや、お前。うおー言ってね。いや、ちぎんなよ、お前。お酒、お前。かけてますからね。徐々にね。なんと、もう笑うじゃないか。それ、そんなシーン。めっちゃたまらん、笑うじゃないか。そうね。タクシーで暴れる。もうそれ最悪。それ、ただの酔っ払い。今時もうね、なんていうんですか、カメラで撮られちゃってるんで、もう。ないですか、サチさんは。え？そういう、なんかちょっと。まあ、暴れるとかはないですね、僕。酔っ払ってやっちまっただ。うん、ありますよ。やっちまっただの話はいいんじゃないですか、僕も。乗車拒否されたりとかあるっすか。乗車拒否をされる。あ、もうちょっとお客さん無理ですわ、みたいな。あ、ちょっとお客さん違う。あれ、ありましたか。何、何ありましたか。乗車拒否はないね、俺。ないっすか。そう。結構でも新宿多いっすよ、乗車拒否。だからもうタクシーネタでやったら、でも、最近ちょっとニュースでも話題になってるから、ちょっと不謹慎かなって思ったんですよ、僕は。え、見てないっすか、皆さん、ニュース。ネタ言ってしまった。知らないっすか。ちょっと最近歌舞伎町のホストさんがタクシーの なんかあったんすか。やっぱりねああ言うてさすがですね。そう、何があったかはリスナーで知ってる方がちょっと教えてあげて。ニュースになるレベルでなんかあったんすね。いやいや、ニュースがっつりもう顔も出てるから、あんなもう最悪よね。ホストがホストかわいそうっすね、それ。タクシー経営で、タクシー経営あれに有名人になれるっす。そう、全国ニュースね、やられてましたね。何があったんですか。知ってるホストではないですね。教えてくださいよ。当たり、あ、素晴らしい。当たり屋、当たり屋ね。そう、当たり屋。時の有名人。友達の誕生日。リアルやないか。やばいよ。あ、そうなんですか。友達に話いろいろ聞きたいですね。どんな。すごい。ちょっと不謹慎かもしれない。いやいや、ね、でもあるっすからね。やっぱダメですよね。よっぽ、べき、お前不謹慎だな。あ、そうなんですか。やっぱ、そうですね。酒飲まれちゃダメですよね。そう、やっぱね、僕ら酒を飲む、お酒を飲ましてもらう仕事なんですけど。まあ、そうですね、確かに。やっぱ今みんな失敗あると思うんですけど、それはやっぱね、青木さん。青木さん、あの有名な洋服っすか。あの有名な、え、有名なっすか、青木さん。バンバンバン、いや、バンバンバン、あ、そうね、タクシー当たったらバンバンバンね。ね、ビッグバンの新しい新曲かと思って。何でも拾うやん。いやいや、もちろん。とりあえず、いやいや、やっぱ俺もこうやらせてもらってて、はいはい、拾って、はい、ね、なんで拾ってくれなかったのみたいな。はいはい、はい、あの、全員にね、こう、そうね、さすがっすね。あ、皆さん、ホスト歴は何年ですか。じゃあ、行きま、あ、じゃあ行きましょうか。何年ましょうか。じゃあ、さっさん何年ぐらいですか。じゃあ、爪垢の人か。爪垢ないんだよ。誰が爪垢や。あ、ごめんなさい。じゃあ、東京さん、どうぞ。そうですね、僕何年やろ。3、4年。いや全然違う。1年3年という、うん、だって、うん、どんぐらいですか。俺で3年半とかになりますね。あ、じゃあ3年とか3年ぐらいになりますね、うん、いや長い長い3年で僕が多分もう9ヶ月とか10ヶ月。いやすごいよね、はい、9ヶ月でこのクオリティは。クオリティなさすぎでしょ。9ヶ月9ヶ月の時にね、たくさん結構あれだったね、うん、いや、まあまあまあ、まあでもそんなもんなんだ。クソみたいなもんだ。ちっちゃい、ちっちゃい声。いや、それはあんまり、ね、TV ショーだからもうね、もっとしてそうなの。うんうんうん、こなれてる。うん、でもやっぱでも歴もなんかあれじゃない。そうですよね、うん、あんま関係ないんじゃないですか。持ってる人は持ってるっすからね。やっぱそういうセンスみたいな。いや、すごい、やっぱり歌舞伎町ドリームみたいなのも僕も見させてもらいました。もう本当に入店1ヶ月でバーン行って、うん、あ、そうですね。だから僕が、ね、ちょうど入ったあの月がサクさんがもう絶頂の月だったんですよ。そのそうだね、もうサクさんがもうあのキラキラに輝いてたっていうかね、オーラがもう今ないみたいな。やめなんかそういうのはやめようよ。なんかいや遠回しディスりみたいな。それはネガティブすぎ、ネガティブすぎ。それは今褒めるとこやから。それはダメな、うん、あ、そうね。いや、まあそうだね、本当に、清原、うん、すごいね、名だたる先輩がいる中で、天音誠さんもプレイヤーでしょ。プレイヤーだったねー、あの頃ね。その頃、サクさんが、うん、入った時、ナンバー2ですよね。いやそうですね、鳴らしてもらいましたね。それはもう、一番が、ね、面接にサクさんついてもらって、僕がね、はいはいはい、で、今日の、なんか音楽いいね、みたいな感じで
めっちゃ普通の話でしょ。クラバーだったね。いやそうクラブクラバークラバーだったね。多分パリピ系やったんで。そうだったんですよ。若かったんで僕も、そういう時。そうそうそう。それであのまあまあまあ、あのね、そんな感じで、でじゃあ KG で尊敬してるホストは誰なの？誰なの？正直これ正直にここ完全に天音さんですね。もうでもこれ大体でも僕ら一緒じゃないですかね。そこ多分やっぱ代表一から教わってるんで、多分 KG で尊敬してるホストは、まああとそうですね、大体だよ。意外で意外で今日教師さん、あ教師さんですね。お世話になったよね。いやそう、親父みたいな感じよね。 KG、うん、KG 以外で KG 分かんないですよ。あ、KG で分かんないですよね。まあ、KG 分かんないで、誰一人会長と言わないやばい、プレイヤーでって。僕は会長、現プレイヤーでってことじゃないですか。多分それは会長がやっぱり、それはもう早くダメ、それは会長お世話になって現役のプレイヤーで、今じゃあ KG で一番尊敬してるのは誰ですかって言われた時の答えはっていう。あ、そうだったの。あ、分かった分かった。それは会長の立場で、会長から出しちゃダメでしょ、もうそういうの。現役プレイヤーで、あ、もうやめてください。タテンさんの名前は本当にリアルやないか。本当に反応しづらいんで分からないんでね。そう、いや、いいね。200ぐらい上がったんじゃない今の、いいお題だったね。本当ですか。じゃあ次ください。じゃあうまいうまい。じゃあ次行きましょう。どんどんいろんな、そんな、じゃあここだけの話をしてても面白くないと思うんで、何ですかね。いろいろある、本当にあるっすね、確かに。まあ日本経済についてとかそういうのはやめてください。そんななんか朝までなんか討論みたいな番組になっちゃう。何々国みたいな話とかもやめましょうね。何朝鮮とかの話とかも、北朝鮮しかないじゃないですか。南朝鮮あるわけないですからね。あ、そうか、そうだね。出たわ最近一番気になるニュース。これでもやっぱ僕も教授さんにやっぱニュースは見ろって言われてたんで、大事ですよ。最近はなんだろうな、正直僕そのタクシー事件は本当にうわーと思って、お店も調べましたね僕。そうっすね、どんな人なんだろうと思ってね、そういうのは調べた。バレンタインの個数、お、いいお題来た。バレンタインの個数か。僕何だったんだろうな、バレンタイン。バレンタイン、それは僕5個ぐらいしかもらってないの。めっちゃもらってるじゃん。え、5個よ。いやいや、ね、もらった？もらいました。やば、僕3つぐらいですね。5個ぐらいしか出ない。5個ぐらい、いやいや、そんな、だってやっぱね、すごい人とかめっちゃもらうじゃないですか。やっぱ結構半端ない数もらってる人もいるじゃない。やっぱりね、チログル、そう、チロル5個そうもらったんですけど。いや、チロル5個、まあもうチロル5個もらった。それは失礼なんでね、ヘルプからもらったら。そうです、もちろん。いやもうさあ、ヘルプからもらったの合わせてっていいんですか ね。いやもうヘルプも合わせたよ俺は。ヘルプも合わせてだったら6個とかな。6個じゃないですかね。はい、で、どう、東京さん。いや僕、東京は東京さんチョコっすか。チョコチョコ、いや普通に2個とかっすかね。結構リアルな数字じゃないですかね。いや、あ、そうですね。まだあの、バレンタインの日はまず失礼じゃない。拠点の名前出すのやめて。ヘルプは初日とか2日目とかそのぐらいだった気がする。あ、でももらえたんだね、ヘルプで。すごいすごい素晴らしいですね。それはすごい、やっぱカリスマ性あふれた。やっぱカリスマと呼ばれた男はやっぱね、なんかあの、本当にあの、2人とも思ってもないことをこう口に。いや、それはもちろんもちろん発するタイプやね。建前ですよね。あの、建前とかおかしいから、建前とか。いや、大事ですよ。じゃあこれでスバルを上げた方がいいね、やっぱ。やっぱスバル君入店したばっかりで、やっぱそうすごいんですよみたいなの方がいい。スバル勝ったね、そっちの方がいい。すばるかった。バズベリじゃないですか。今それやる人いい。お、笑ってる。笑ってる、笑ってる。なんか、勢いで笑っちゃったやつですからね、多分それは。あ、サクとしゃべるか、出てます。あ、いいですか、それ。やりましょう、やりましょう。そこは拾わないですね。じゃあ、3、2、1、しょべる。はい、3、3、2、2、1、1。しょべる。かん。いや、なんかもう、蛇使いみたいな。今年は正直、はい、2016年。2016年、シャンパン、ありがとうございました。はい。しょべる、しょべるかやりましたよ。はい、何でしたかね、今な。まあ、気にせず。だから、じゃあ、スバル何みたいな。いや、だから、普通に言ってたから、もう。だから、あの、なんか僕好きなんですよ。スバル、ハライチの、あのネタが好きなんですよ。何々の何みたいな。じゃあ、毛穴から窒素。はい。いや、だから、わかるかよ。待って。だから、二人とも、こう、雑なわけだよ。いや、雑、俺が一番雑なの、しゃべるかやったよ。いや、それはもう自分で勝ったやったからよ、それは。それもちろんやります。それは、もちろんやります。自爆ですよ、それは。それはもちろんやります。
あるっす。じゃあちょっとお題ください。じゃあスバルに、ね、お尻から昆布あ、じゃあそれできるでしょ。いやいや、お尻から昆布イージーイージーモードっすよ。毛穴からチッともお尻から昆布もあの腹いつのネタだいぶそうだいぶイージー。ちょっとあの喋るとき手挙げて喋って一人ずついやいや待って、自分ら悪くないみたいになってるけどこれめちゃくちゃなってるで、ほんとになんか聞こえないもん聞こえんかな。聞こえないっすよ。なんかあるよね。だって今日2人っすもんね。なんかちょっと危ないやつがあるみたいな。スバル、おにぎりチャレンジやって、あ、それはおもんないっす。あ、もう前回おもんない、おもんない、おもんないやつやったやつらみたいなあるっすから。おもんないやつやったっすね。面白いことした。モノボケね。あ、モノボケか。色モネ屋に来たみたいな感じですね。これはね、やっぱチームプレイやな、やっぱこういう。で、だからそうじゃん、みんなでこう、笑ってもらってればいいじゃん。前回おにぎりチームプレイで、じゃあカッコつけとくよ、みんな全員。モノボケ危ないって来てるじゃないですか、やっぱ。そうだね、やっぱ知ってる人は。モノボケ、ハライチのやつはあんま人気じゃなかったね、僕個人的に。モノボケ絶対滑る。いやいや、めっちゃ押したの。めっちゃ押したのね。俺絶対滑る。俺ね、ね、そうでしょ。サクトから昆布、絶対やりやすいですよね、これ。サクトから昆布ね。サクトから昆布。モノマネ。あ、じゃあ最近の自分の中でモノマネを今出してどうかなって、うん、どうかな。これはちょっとヘルプで使えるか使えないかの見極め、あ、いいね、ラインのモノマネ、いこういこういこう、いいじゃん。難しいね。じゃあ俺その辺結構あるんじゃないですか。俺からいきますね。じゃあ、ある、持ってるっすね。じゃあやるってこと。いきます、いきます。そんな、そう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 、それは後輩ばっかりにそんな、はい、やらせない、はい、やっぱ先輩がまずやって、はい、じゃあ使えるモノマネか使えないモノマネかまで332211、スティッチシャンパン飲みたい。これはテキテキマナコ。今ちなみに誰のモノマネ。スティッチ、名前言っちゃってるっすもんね。スティッチ、うんうん、あ、スティッチね。お、バチバチ、ほら来た。スティッチそんな喋り方でした。そんな反応ね。はいはい、はい、こっち側は厳しい審査でいくっすよ。ほら優しい。60点。お、60。あ、使える使える。じゃあ僕スティッチできるんでスティッチやっていいですか。僕もスティッチかぶせ、スティッチかぶせできていいですか。大丈夫、大丈夫。3、3、2、2、1、1。リロ友達。こんな声ですよ。もっと低いよね、リロ。ジャイアンみたいなやつ。リロ対戦して、こんなこんな声ですよね、リロ。リロじゃない。あ、まあまあ、だから似てない、似てる。あ、でもなんか低いよね。まあだからもうなんかそんな自信満々にやられてなんか反応しづらいじゃん、はい、これ咲くと下手だったなみたいなね、いいじゃん。はい、じゃあ中二の夏の時のすごい。じゃあなんで決められてんのなんで決められてんの。過去やろ、最悪なの。なんでなんでしかもキッズ王とか見てた時代のすごい。いや知るけど、いやそう、はい、自分の真似ですか。いや、もちろんもちろん。何を言ってる。いや、優しさから。だって、本当にちょっとこれモノマネやるのは別にいいんやけど。いや、もう、いや、もう、いいんだ、はい、いいんだけど、あの、始まったお前。いや、もう一回ちゃんと聞いて、中二の夏の時のキッズボートが見てたって言ったら、スパってめちゃくちゃやねん。それもう聞いた。ばあちゃんとカリンと食ってた、俺。いや、それ知らんがな、それ。知らんがな、それ。まあ、カリンと。じゃあ、中学2年生の時のキッズボートを見てた時の、スバルさんの。いや、だから、あれ。いや、だから、だから、だから、ちょっと待って待って。おー、やばいやばい。本当に、本当に。焦りに勝ったよ。焦ってるじゃないですか。本当に自分らマジ反省やね、本当に。ほんとにそれもちゃんとルールにのっとってない。じゃあルールなんてあるんすか。じゃあスティッチ、いや、じゃあこれでスティッチ。あの、ちょっといいですか。スティッチをね、二人ともね、スティッチ滑り散らかしたくせに。で、テレビ滑り散らかしたくせによ。テレビだったら怒られてるよ。ちゃんとね、ちゃんと。じゃあ何がいいの。じゃあ滑り散らかしたくせにっていうことはやっぱりオチが待ってるってことですね。いや、そうね、はい、じゃあどうします。これは結構な絡みづらさやね、ほんとに。いや、ほんとにそっけ。いや、結構な振りも激しい。じゃあ振り、じゃあもらう、どっちがいい。自分で行く。自分で行くの。滑り散らかしたスティッチのまま。滑り散らかしたやつね。何やねん。キツを見ながらね。キツを見ながら。カリンとを食べて滑り散らかしたやつ。個人によるやつ。じゃあ、スバル、じゃあ自分で。キツを見るから。じゃあ自分で行きなよ。じゃあね。じゃあ、もう、じゃあ、もういいっす、いいっす。もう喋んな、喋る。はいはい、どうぞ、みたいな。はい、どうぞ。はいはい、みたいな。会長怒られるよ、このまま。だからもう、まあ結構耐えれますね、そこは。はい。で、僕、ハーレムの。はいはいはい。そっち、大丈夫。結構、身内系ね。そっち系いく。ハーレムの、アラン君ってわかりますか。わかんないですか。知らないんじゃない。わかんない、わかんない。でも、滑る人はわかる。わかんなかったらやめる、それは。わかります。あ、パチパチ来たすからね。いやいや、ほら、もう、聞いてない。
いや、キッズ見えてない人みたいな。キッズを見た会長のモノマネを見た滑り散らかしたか。もう会長をとりあえず押してるから。結構押してるっすね。もうこれ変なこれね振りするかキッズをもうめちゃくちゃなってるやん。もうごちゃごちゃ結局スティッチをやった方がいいのか会長やった方がいいのかみたいになるすら。あもしあもさじゃあもう定番系でなんか一回ディズニー系ディズニー系何かそれでもうこうやらない系はやめよう。ディズニーディズニーじゃディズニーで行きましょう。いやそれもじゃ行きましょう。ディズニー誰だよディズニー。いやプロスはもう100%僕も蜂蜜どこみたいな。あ、ね、どこいる？ちょっと似てる。じゃあ、また、もういい、飽きられてるじゃないですか、もう。いや、とかね。うん。ね。あ、できるやつやっとこうっていうね。寝起きで機嫌が悪い赤ちゃんとかね、バンブーみたいな。めっちゃやる。ダンブーみたいな。シュールやな。タバコ吸いながら、ダンブーみたいな。シュールやな。ほら、そういうの。何それ、ゲームしよう。いやいや、ダメ、スバル、いや、これはダメ。会長は、もう会長わかりました、わかりました、わかりました。じゃあ、いきます。じゃあ、プーさんで、おい来た。あげてあげてコメント。昭和のプーさんとあの平成のプーさんってあの声が全然違うんです。それこれ気づいてないでしょこれ。そう分かんない。気づいてないでしょ。じゃあのまず昭和のプーさんいきます。へこいた今。へこいてない、ね。邪魔しにで。あのいきます。プー蜂蜜が食べたいな。これ昭和です。これ昭和です。ね。ブン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 。じゃだからいや今コメント拾わないと。俺大変じゃんやっぱ。じゃ今のこれ昭和です。これ昭和ね。昭和が。おでもおおほう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  W。で次平成です。平成バージョンね。いきます。プーハチミツが食べたいな。この違いわかりますか。わかるっすよ。あわかる。わかるっすわかるっす。すごいわかるっす、これ。嫌いやわ、ほんとに。いや、ほんとに。今考えた。いや、ほんとに。何が違ったんかなと思って。いや、めっちゃ違うやん。違う、マジで今のは。若返ったの？いや、年を取ったの？もう一回いきますよ、もう一回いきますよ。昭和ね。昭和。クリストファーから話しかけられた時は、そんな反応してる。昭和ね。プー、蜂蜜が食べたいな。これ昭和です。そう。これ、それわかる、それわかる。多分これが、みんなが知ってるやつ。だから平成のやつを知らない。平成行きます、平成行きます。プー室町のやつ。蜂蜜が食べたいな。これそう。これマジで気づいてないやろ。これマジでこれ変わってんすよ。え、あでもあ分かる人。分かるよ。分かるよ。これ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 。分かる。これ。スバルスバルカートバスよ。おい。スバルスバルカートバスよ。おい。さすがやな。でもめっちゃ似てた。分かる。でもブザ。分かるよ。俺。そう。リュウちゃんの。そう。めっちゃ爽やか。めっちゃ爽やか。何で見れんのそれは。CS です。でも YouTube とかも普通に上がってるんですよ。あ、そうだ。これめっちゃ見てるから。本当にすごい。全然違うっていうね。めっちゃ爽やかやんけ、みたいな。どうしたってぐらい変わるっすか、久しぶりに見たら、プーさんがめっちゃ爽やかだったんですよ、本当に。でも、プーさんはね、そうよね。はい。なんか、はい、そっち系の方が、まあ、はい、まあいいんじゃない。だからみんなが好きなのは昭和のプーさんのモノマネをする。あ、もう、口調も早いしね、しかも結構。あ、流暢。蜂蜜が、みたいな。ああ、ちょっと爽やかに喋る、ね。間違えたらちょっと腹立つ。蜂蜜が食べたいなみたいな。そこの爽やか系。いやなんかテキパキしてるっすね。ちょっとプーさんが。だるい感じがいいよね。矢作さんね、カイジの。カイジのモノマネ始まるということでね、やっぱ。でカイジの。やってもやってるやん。あごで言ってるやん。あごで言ってるやん。あれ。鼻の高さはカイジかもしれないですからね。顔真似なんすね。これ何でもいいでしょ。何でもいい言っちゃうよ。カイジ。そう、そういうの、そういうの。誰が顔プーさんやん。いや、プーさんっぽいね。ちょっとね、それはね。ムスカいけるやん。やってたじゃん。ムスカなんすか。ムスカあれっすよ、ラピュタ。ラピュタの。天空の城ラピュタの。ああ、いや、人影のようだよーみたいな。いや、まあ、それが何か分かんない。人影のようみたいな。人影のようだよーが分かんないですもん、それ。人影かなー。ラピュタが分かんない。ラピュタ分かんないです。それちょっとやばいんじゃないの。バルスですよ。あ、バルス、オスバル。ね、オスバルじゃん。バルスやから来ましたね。そうバルスではない。バルスや。人がゴミのようだって聞いたことあるじゃん。聞いたことないですよ。今聞いたんだ。俺も今初めて怪獣モノマネやったからもうそれやろうよ。人がゴミの量だみたいな。量だ。人がゴミのようだみたいな。こんな感じ。じゃあ行って行って、はい。1、2、3。なんすか。どうぞどうぞ。何ですか。どうバルスさん。バルスさん。
でバレてるんだ、わかんない、わかんないですもん。人がゴミの、わはは、いや、人がゴミのようだよ、言ってないですか、今ダメだよ、グラルも心から見る。いや、グダルだけで、もう言ったよ。あなたも地下でビールを飲んだ怪獣、はい、なんでそのコアなところが怪獣系よ、怪獣系、怪獣担当。なんで怪獣担当、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 そしたら俺だけ担当になっちゃう。いや、これでカッコつけてさ、まあいいですよ、僕がね、それはタミヤ行きます。いや、一回じゃあ、ね、カイジで CM 行きますか。じゃあカイジからの CM 行きますか、はい、全員カイジね、カイジで顔の俺のやったカイジで、うん、はい、行きましょう、じゃあ CM、 はい、せーの、人がゴミのようだ。3年 A 組シャンパンエンジェシャンパンエンジェことあるやつないです。帰れ。コツが当たるやつ潰して下ろします。バカ野郎、アクタリー約束をするんじゃ。やっぱり AJ すごいね。経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。ヨインク、ヨインク、目薬ないですかって、お前今仕事中よ。あ、じゃあ今のやってない、入ってて、ちょっとスバル君なんかやりたいみたいな。何がすか、何ですか今やってたやつ。どれどれ、おー、メガホンのやつ。目薬いや、怖って言わない。自分がね、はい、スバル早いじゃないから、もうそれもう進めないです。はい、もう次行きます。じゃあじゃあ行きます。はい、じゃあ MC をシフトチェンジして、はい、バルスさんから、はいはい、バルス行こう。やっぱ質問が来次第、その質問で、あ、行くということで、とりあえず、ね、はい、全部は拾わないけどね。全部拾わない、本当にやっぱ。そうや、それは当たり前や。質問にまた戻るの、うん、最初やってさ、うん、それで変えていってまた戻るのね。いや、じゃあそうしましょう。そうしましょう。じゃあまず、はい、じゃあね、何しようかな。なんか、じゃあこの質問聞きたいことをなんかください、とりあえず。まあ、じゃあ、ミネルヴァの、はい、こうアピールポイントポイントっていうか、まあ、これがミネルヴァやと。ああ、もう これがミネルヴァっす。東京のシャツ、東京が見えたり、ね、モノマネはこんな感じだから、ね、うん、まあでもこれがミネルヴァだ。ミネルヴァの何ですかね、店内とかも可愛いですし、やっぱり、うん、まあ、とりあえず受験としては結構仲いいんで、うん、まあ、そういうとこはなんかいいんじゃないですかね。あと若いですかね。あ、どちらかというとそんな年齢層的にはあれなんで、若いのがミネルヴァ、うん、若いんですけどちゃんとした子が多いイメージですかね、はいはい、僕の中では。はい、はい、じゃあ次誰に対してのアピールなの。ミネルヴァのやっぱアピールポイントですか、うん、名前も可愛いしね、うん、ミネルヴァ、うん、ミネルヴァって意味があれですよね、確か女神、ね、だから女の人は神様です。そう、女の人は神様ですって言って、ね、やっぱね、質問来ました。好きな女性のタイプ。バスッと切った。ミネルヴァで青い絵を作文ね。好きな女性のタイプ。まあタイプから、タイプから。タイプからまずじゃあ。タイプですか、はい、僕はやっぱ明るく元気で礼儀が正しい子がいいですね。いや、本当に、うん。やっぱ明るさ、明るさ元気一緒なんですけど、礼儀正しいが結構僕の中で大事です。はいはい、はい。いや、例えば、まあ、一回あったのが、電車の優先座席に座ったりとか、そういうのはやっぱダメですよね。あ、そういうのは僕、ちょっと気にし、食事に行った時はもうちゃんと、なんですかね、まあ、ごちそうさまが言える人みたいな。箸持てない子は本当に病院に行った方がいいよって。指大丈夫かって。病院連れて行きます。そのレベルですか。キキキリンみたいな女性。いや、ちょっとおかしい。まあすごい礼儀が正しい感じが伝わってきますね。確かに、わかる。なんでそれ出てきた。僕も多分サクトさんが言うタイプだったら僕もキキキリンを選ぶかなと思います。そうなの、はい、もう多分ガゼンくん、はい、みんなキキキリン欲しいです。僕そんな感じです、はい、じゃあ自分は。あ、僕ですか。セバッチャンは僕はもう同じ遊びができる子ね、やっぱ。例えばだから俺の遊びについてきてくれる。例えばどういう遊びなの。なんかその、なんていうか、こう男だけで遊ぶ中でもついてきてくれるというか。なるほどね。あ、なるほどなるほど、うん、男だけでもついてきてくれる人ね。男友達にこう女の子一人でも、はい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 、はい、ああ、はい、そういう感じね。それ大事ですよね。大事ですね。じゃあ結構共有できる感じがいいですね。楽しいこと、なんか
込めてない人だったらいいってことね。いや、そうですね。ね、協調性がある人ね。うん、はい、チン、じゃあ、めっちゃなんかタイミング悪いんですね。僕は、はいはいはい。結構なんか頭ぶっ飛んだ子が好きですね。そう、なんで結構ぶっ飛んだなんか子が好きなんですよね。なんかこいつちょっと頭おかしいんじゃねえのっていう子を面倒見ないとダメじゃんみたいな、ちょっと心配になる感じが好き。はい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 。そう、電波とはまた別なんですね。ふわふわしてるっていう、ふわふわ系ね。そう、ちょっとまあ頭おかしいんじゃないのっていう感じの。夏希自身もちょっとね、あんま出さないけど、そっち系もあんま出さないですけど、僕も結構、うん、お、そうそうそう、そういう感じなんで、ね、まあ、ニコ生だから普通にやってるみたいな感じですか、ね、ミネルバでアイドル作品いきますか、じゃあ。あ、あ、じゃあ順番に行こうか。あ、協調性がある店っていうのを見せよう、はい、仲良しだよっていうのは、いいですね、じゃあ、じゃあ、ミネ、じゃあ、どういう順番でいきますか。それはもちろん先輩から。先輩、先輩東京さん。いや、ミー、ミー、ミー、ねえ、ねえ、ルー、ば、ば、締めてもらいましょう。いいっすか。ね、ね、ね、いきます。あ、いきます。ミネルバのミはみんな仲いいよミのみとみんな仲いいよ、よ、ね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 、サクサクいかんかい、そう、サクサクね、サクサク、ね、めっちゃ考えるそんな、ね、めっちゃ考えるやん、ね、猫、猫が大好きです、はい、まあ好きです、ね、猫大好き、ね、猫が大好き、マンチカンとか可愛いですよ、マンチカンとか、ね、はい、猫大好き、アメリカンショートヘアとかも可愛い、はい、可愛い、確かにね、ね、はい、猫の仕上がり、ルン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 してる、これ文章にはなってる、これなってない、全部つなげてろ、あ、じゃあ最後こっちいいですか、ば、ば、バルスいるけど楽しいっすよ。あ、ちゃんと、いやいやいや、本当にバはダメ、バルスしか出てこない、バルスしか出てこないんで、もうそう、今のはダメなんですかね、関係ないからね、やっぱダメ、みんなそれぞれ、そう、繋がってないから、替え歌とかもそうだから、ボル、ボルス、バル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 、替え歌とかもそうじゃん、じゃあ今ので言って、あ、替え歌いきますか、じゃあ、なんで、なんで、明日からさ、明日からさ、じゃあ、はい、てて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 、はい、あ、僕からですか、お、お、俺は今日ニコ生出てる、ミネルバ初登場緊張します、スバルはきっと、スバルはきっと、やっぱりバルスだよ、あ、ちょっと締め悪かったね、そういうのは良くない、いい感じだった今、これはね、もう全然上がってないし、多分始まって以来200人これは200人やばいぐらい、ちょっと本当にもうちょっとおかしいおかしいすいませんね、これは根気強くやれば、あの、受け、受ける、受ける、何やねん、やりせー、じゃあ違う、曲、曲変えそう、曲変えるっすか、曲ください、曲、曲ください、でもこの曲は結構やりやすい、それで会話し、それ会話無理じゃないかな、それで会話、あ、替え歌、リズムに乗せて会話するみたいな、あー、リズム会話ね、はい、あの、最近ラップバトルみたいな感じですよ、やっぱもうむずすぎやろ、それいや、ボイパが得意なんですよ、だからヒップもういい、だからもうおいいよ、上がったよ、上がったよ、上がってきたよ、ちょちょいちょ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 いお前の母ちゃん、お前の母ちゃん、お前の母ちゃん、デーベストみたいな。そういう感じ。あ、いやいや、スイッチ入りました。古い、古い、古い。ください、ください。で、めっちゃ臭い。めっちゃ臭いっていうね、これ。これめっちゃ臭い、この後の、これ。そう、もう、あ、スバル。え、なんすか、指名したらいくらって。いや、そう、もう、僕、僕みたいなのが指名して。お、ほら、上がりだした、上がりだした、上がりだした。指名してくれたけど。はいはいはい、行こうよ。あ、じゃあ、0円で。いや、多分自腹系になる。自腹系。自腹系男子。それも自腹系。自腹系はやばい、それは。かけちゃんをあれするやつだもね。お前の母ちゃん、お前の母ちゃん、お前の母ちゃん、バルス。言いただけやそれ。ね、ああ、いい、ね。ちょっと流行って、流行らしてください。あ、いい、あ、上がってきた。お風呂から上がったのかな、皆さんね。よかった、ちょうどね。タイミングがいい感じ。いい感じ、いい感じ、はい。そういうおもろいね、これちょっとどう。これはもう、はい。平和だよね。平和。平和なやつ。なんか波乱がないですね、今日は。でも今日はいいんじゃない、うん、やっぱスバルが優しくしてほしいって言われて、俺はそこでやっぱ優しくいこうと思ったんで。優しかったっすか、ね、今日めっちゃ優しい、めちゃめちゃ喋りくるっすよ、もっと
ね、サクトさんとの回転すべきとこだよ。でもさ、そう、じゃあ変えるだけじゃ、すぐ、なんかあの日見た空の色は何の曲ですか。あの日見た空の色は何の曲かもわからないって何の曲だったんですか今のは。あのなんかゆずかなんかの、この長い長い下り坂をですね、そうですね、そういう感じ。分かりづらいですね自分の精神曲。やっぱ僕は小さな恋の歌とか聞いたらジャパハリネットとか、あ、そういうこと歌ってください。モンパチとかね。おー、モンパチとかね。でもやっぱ声が僕そういう歌系はモンパチとかやっぱ、はいはい、今時の子は知らないみたいですねモンパチを。いや本当に今時の10代モンパチ、ジャパハリネットも、あとだが、あとどこだ、ジャパハリネット、ジャパハリネットってサスケとか、いいですね。ジャパハリネットは僕知らないですもん、ね。あとね、松山千春とか、なんでんな松山千春いきなり来たの、ね、うん、そうですね、いいですね。清原についてじゃあ一言、じゃあ一番近いから言おう。誰でしょ、それはもういやもう、いや、稲子ちゃんとかね、いいね、あ、ハイスタとかね、あ、ハイスタ、エルレガーデンとかね、そうですね、楽園ベイベーとかね、もうココナッツのね、まあ、ココナッツのシャカラビとかもね、よかったですね、ね、あとチョとかね、ビーダッシュ、ビーダッシュね、ロードメジャーね、聞いたらね、あのね、なんだっけ、大切なものね、なかなか、ね、いいで、ね、コメント上がりだし、そういうの出してください、出してください。確かに、ね、ドーン、じゃんけんぽーって、ゲームになっちゃったんですかね、ふざけるな、それはもうね、めっちゃ懐かしいですよね、うん、多分今日聞きますよ多分皆さん、うん、多分僕も聞きますわ多分今日、うん、結構聞きたくなるような、スバルは、いや僕はでも本当に今出たのは結構ジャパニーズ結構好きだったね。やっぱね世代同級生なんで、はい、世代そうで、夏希はちょっとどうなん。僕結構好きだったのは、夏希何歳だったっけ。僕21です。あ、21か。はい、僕好きだったのはサッツとか清春とか、あちょっと変わった感じの、ね、またちょっとビジュアル系とか、はい、ね、世代よね、歌詞、清原じゃないです、清原、清原ネタじゃあすばらしい、ちょっと解決しちゃうね、清原じゃないから、清原やから、清原やから、もうやっぱ野球好きじゃん俺、そう、野球好きが揃った野球、今みたいな、野球好きなんで清原のホームランボールを取って今どうしようかなと思ってるみたいな。じゃあ一言よ、じゃあ、いやいや、清原さんは問題になってたから、うん、どうかなって、清原さんについて一言、清原さんについて一言でも、まあ、二言、まあ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 、作文で言ったら300文字ぐらい、まあ、僕はでもまあその尊敬はしますけど、やっぱね、すごい人だもんね、うん、はいはいはい、工場、まあね、だ、まあまあまあ、でもき、まあ、あれっすね、確かに清原についてっていうのは、まあ、まあね、だろうなっていう、でも好きな人からしたら、まあ確かにすごいあれですけど、好きよね、うん、早く復活してほしいなってもね、思う、まあまあまあ、あの男気じゃんけん、男気じゃんけんやっちゃうじゃん、一回、じゃあ、男気で、グイで、じゃあ負けた人がゲイについて一言言いましょう、はい、ね、せーの、三者グイじゃんけん、はい、はい、ゲイについて一言、うん、ウェルカムって感じですね、もうそこはね二丁目の方、ぜひ、二丁目の方、ぜひウェルカムらしいんで、はい、そうね、実際行っちゃってください、もうさあウェルカムだ、ウェルカム、ね、オープンですね、もう海外のスタイルなんで、ね、フリースタイルって感じですね、もう、あら、なんかね、話題がちょっと ね、あれなんか、あれですね、カイウタシリーズで盛り上がった、もう懐かしいシリーズ、懐かしいシリーズ、懐かしいシリーズね。皆さんは逆に何なんですか、青春の歌みたいな、青春の私の青春ソング、私の青春ソング、闇曲は僕ちょっとあんま好きじゃないんで、闇曲以外でちょっとゲーム機、あ、ゲーム機、そう、ゲーム機、ゲーム機、ゲーム機も世代、64とかが僕世代でしたね。ゲームボーイアドバンスの前のやつから俺そうですね、そう、なんかあのでっかいやつ、そうですね、やってたわ、やってましたね、ゲームボーイってことですか、そう、カラーじゃなかったの、ポケモンは青、あ、ポケモン、あ、もう、俺、僕が赤と緑持ってましたね、あと青もありましたね、うん、黄色持ってました、2つやってた、あー、もう多分違う、まあまず世代が違う、ね、金銀とかじゃないでしょ、だってよりも前、でも青やってたっすよ、あ、すごいね、はい、あ、そこ昔ね、あの、ソークさんとソウルサクリファイス、ソウルサクリファイスやったね、一緒に、はい、やってました、ゲームやってたんですよ、ヘルプデイガーのゲームやるから来いと、ソウルサクリファイスなんだってね、もう目シュパシュパスボ、やべ、目薬、めっちゃ目薬が欲しい、我慢しよう、もうちょい、もうちょい、もうちょい頑張ろうよ、ね、遊戯王か、遊戯王、あ、
遊戯王やってましたね。やっぱね、ドローってやりたくなるっすかね。ベイブレード人造人間最高ショッカーのね、スーパーレア持ってたね、うん、ね、持ってたゲーム流行ったな。やってました。でも女の人ってあんまりやらないんじゃないですかね。確かに女の子は何ですかね。セーラームーン、あとプリキュアとか。プリキュアまで行くと僕ら世代じゃない。あ、そうかな。もうちょっと僕より下ぐらいのが。あー、デーモンの召喚を召喚、まあ召喚して、召喚されてるやん。強かった強かった、ね、デーモンの召喚、デーモン召喚、エルフの剣士とかも。あ、もう懐かしいね。シカボネオムサボル、あー懐かしい、懐かしい懐かしいね。あ、ブラックホールとかね。ブラックホールね、懐かしいね。ブラックマジシャン、ミラーフォースね、カードキャプテン桜、いろいろおかしいね。なんか怖ない、まあ、やってい、カードキャプテン桜、カードキャプテンじゃない、キャプテン、キャプテン翼と混ざっちゃったみたいな。カードキャプテンって全然かっこよくないしね。カードキャプテンサッカー大好きなんかね。ごめんね、スポーツの話してないけどね。いやいやね、カードキャプテン、いやめっちゃおもろいよ、めっちゃおもろいよね。超いろいろと混じった結果さくらなんですね、やっぱりね。じゃあ、はい、じゃあカードキャプターさくらさんで一回CM いきますか。じゃあ、はい、じゃあ行っちゃいましょう。 CM うん。That we want, we must make the pledge that we shall always march ahead. I have a dream today. こんな俺だけど、一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いじゃん。イオンインク。経験者大募集。最新だね。ね。はい、パチ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 。もっと、もっとパチパチしてくださいよ。やっぱりそこは、パチパチと、全然しない。イェイイェイ。ウォウォウ。イェイイェイウォウ。パチ。もう冷たいですね。冷たい。さあ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 。うん、何の話しますか？結構懐かし話も盛り上がりましたけど。残り10分ちょいです。もうちょっと、もうちょい携帯頑張っていじってください。ね。うん。やめちゃう。何の話しますか？まあ、MC 交換してるけどね。まあ、サクさんは、俺の話はいい。いや、いいじゃないですか、それはもう。じゃあ、二人。まあ、ちょろっとにして。夏希の話っていうのも出てるから。そんな俺らの話は。夏希の話はない。俺らの話を聞いてさ。まあ、じゃあ、ヘルプの時にさ、ね、また。じっくりとね。そう、やっぱお店来てからの楽しみですよって。うん、あ、そういうことですか？いや、そっちの方がいいね。うん、あ、ね。髪色変えたのなんでって。あ、そうなんですよ。僕髪色変えた理由結構普通なんですけど、まあ、太陽さんっているじゃないですか。はい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 、いましたね、はい、太陽ね、はい、いたいた。あの方金髪にしたじゃないですか。ああ、したでしたね。そう、僕すごい人と同じのってあんま好きじゃなくて。ああ、でも分かる。ずっと金髪にしてたのが理由だったんですよ。なるほど。うちにはいないから、じゃあ金髪にするっていう理由でずっとやってたんですけど、かぶせてきたからもう絶対人と同じのは嫌なもんで、もういや無理やめるって言って、ちょっと系統を変えて、もうみんなだったらみんなと混じった方がいい。どっちがいいですか？見たことある人は、うん、そうそう、金髪歴長かったですかね。ちょっと自分でも言ってたもんね、うん、やっぱ金の方が良かったかなみたいな。え、いつ取れた？いつ取れた？今年入ってからですね。まあ、まだ去年まではもうずっと ね、ちょっとなんか雰囲気もちょっと変わった感じです。ね、可愛かった、可愛かった。ほんと可愛かった。今の方がいいよ。お、落ち着いた。だいぶ落ち着いたっすね。まあ、落ち着くのも大丈夫。そうね。やっぱ落ち着く時期ってあるじゃん。うん。なんかだいぶやっぱ変えて、やっぱなんか精神的にも落ち着こうかなっていう。あー、大人の階段を登ろうと。うん、そう、2016年は大人になろうかなって思いつつの、このちょっと暗く、まあすごい落ち着きちゃってるんですけど、今はもう。いいね、2016年ね。豊富ね。2016年ちょっと大人になろうかなっていう。あ、素晴らしい。右足は触れないね、ごめんね。さすがに右足振る。頑張れ。おいおい、振った。おい、サットさんみたいになってるっすか、ね、すごいじゃん。右足頑張ればできるね。じゃあ2016年の抱負言おうよ。今さら？今さらっすか？言おう言おう言おう、それはもう。今みんな、俺はもう真面目、なんか正直に行くって。正直正直。そう。まあ、僕はもう目の前のことを、頑張るってことですね。やっぱ、まあでも、その時その時を、うん、だけですかね。うん。
まあ、目の前のことを一つ一つやっていく、うん、じゃ丁寧にいくってことね。まあそう、目の前にあることを大事にね。ああ、だからね、ニコ生とかもそうだね。まあ、ちょっと渋ってたんですよ最初。ちょっとだけね、やっぱちょっと緊張する、緊張しい、緊張しいだから、うん、それからやっぱ人それも一つ一つよね、あるっすからね、やっぱちょっと苦手、うん、あるっすからね、ん、何の会話だった、夏希の会話であれっすよね、うん、うん、じゃあ MC さんちょっと、うん、そう、まあ、抱負をしたということはね、で次は目標、じゃあ目標ですか、うん、まあ目標、僕、いいですか、じゃあ。今年のってこと？今年の目標ですよね。ちょっと、まあ、今、KG グループさんで働かせてもらってるんですけど、今、やっぱ、グループの中ではあんまミネルヴァっていうのが多分、そんなミネルヴァミネルヴァってなってないんで、うん、やっぱ本店さんとか、他にもね、有名な方がいるところとかが、やっぱ今目立っちゃってるんで、自分自身ももっと目立って、ミネルヴァって、KG ミネルヴァって言われるようにしたいですね。今年1年で。うん、はい、いや、そうしたらもう嬉しいですよね。はい、僕はそうです、はい、すごいなんか、はい、素晴らしい真面目な、いや、まあそれはもちろん普段ふざけますけど、ガチなやつ、意外にね、で意外に、はい、素晴らしいですね、それは評価、ね、そうそう、やっぱあるやん、誰しもやっぱ目標がないと、やっぱ一日一日、はい、あっという間に年取るじゃないですか、僕ら、まあ、そうですね、1年あっという間に終わっちゃうよ、すぐ終わっちゃう、本当に、うん、すぐ終わっちゃうから。じゃあ、夏希行こう。夏希ね。すばる。やっぱでもちょっと似てるっすけど。いや、熱く行こうよ。ね、はい、もう結構熱く言うと。熱い男だよ、すばるも。うん。ね。結構熱い話で。言うと、やっぱこういうね、先輩方いろいろいて、そう思ってる人がいてくれるっていうお店に入れてもよかったなと思うんで、やっぱそれの、やっぱり、背中を追っかけて、やっぱり、役職、に入るように、うんうん、やっぱ今年は頑張りたいなとか、ね、は高い目標を持っていかないと、い低い 目標もクリアできないと思うんで、その目標をこなせるようにやっぱ先輩方を追いかけていきたいなっていうのが今年の目標です。あ、素晴らしいね。いやいや、もう素晴らしい。急に真面目な回ですね。そうですよ、たまにはありですね、なんか真面目な、いやいや、もうちょっとたまに僕らも真面目なところを見せないと、やっぱね、ただのパッパラパーと思われてるのがニコ生みたいになってるから、ただ単にホストやってるわけじゃないですからね、僕らもね、はい、うん、じゃあ幼稚園、落ちのスバルタン、落ちのって名字、すごい熱い男なんですよ、ちょっといい、いやそういうのも見せて、いや、まあまあまあ、いや、僕はもうあのこうミネルヴァにこう入ったらもうあの本当に代表に、まあ、少しでも恩返しするっていうのはね、もうそれに尽きる、尽きます、僕は本当に代表ね、もうそれだけです、うん、もう代表に貸しがめちゃくちゃあるんで、うん、はい、もうそれだけです、これリアルに、リアルにもう、うん、東京の語るか、そんなもん、これ、ね、見たまんまやこれ東京どうやって書いたん、これ、いや、これ手作りじゃないから、マッキーとかじゃないですか、そこの黒いの暇や、これ手作りじゃないからね、うん、あー、ある、あ、なんか来てますね、日々楽しみにしてることってある、あ、日々、いやいや、でも結構リアルなやつで言うと、やっぱ出勤してから今日送り何本取れるかなってのはめっちゃ楽しみ、確かに、うん、初回行って楽しみね、そう、絶対今日は撮るって言って撮れない日とかもあるし、ああ確かに、けどそれってやっぱなんかこう、ね、あるじゃん、確かにね、そう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 、そういうのが楽しい、僕はですね、休日にマッサージに行くんですよ、結構リアルな楽しみじゃないですか、いや本当に、はい、1週間はとりあえずもう仕事で頑張るってなって、で休みの日にちょっとマッサージでちょっと癒されるみたいな、うんうんうん、それでもう抜けるんですよね、やっぱ溜め込んじゃダメじゃないですかね、溜め込んだらプスーってなるんで、空気抜け出すね、本当に、あとはもうなんですかね、日々じゃあまあ入った後リタテの新人の子がお客様を呼びましたとか、そういうのもちょっと本当に嬉しいです、僕は、はいはい、やっぱなんですかね、いろいろ話を聞いてくれる子が、うん、なんかそうテンション上がってる、その日もうねテンション上がってるみたいな、まあ、ちょっと真面目になっちゃうんですけど、そういうのはありますね、うん、うん、確かに、はい、はい、あとは日々のスバルの爪のチェックですかね、はい、今日から楽しみや、ね、ちょっと今日からだいぶ今日からだいぶスバルさんおはようございますって言って一番最初に見るの爪だと思うんですか、ね、そうだね、みんなね、おはようございますって言って顔見ないで爪見ない、ね、
はい、じゃあスバルくんじゃあ、まあ、ちょっと真面目にいこう。さっきのはちょっと真面目じゃなかった。真面目な話、まあ、今こうやミネルバでこうやってる身分ではありますが、はいはい、やっぱどうしてもやっぱステラは全員後輩で、やっぱステラの従業員はすごく気になる、めっちゃ気になるんですよ。やっぱ、まあそうだね、あ頑張ってんだって、ね、北海道旅行の時に、ね、可愛がってる子もいるだろうし、ね、まあ、部屋何人か来てくれて、まあ頑張ってんなみたいな、それでは僕も頑張れるみたいなのもあるんで、セラどうしても気になるっていうかね、はいはい、まあ、一緒にね、こうセラの話してんの。いやだから、いやこういう、いや今ミネルヴァ、いやまあそうですけどっていうね、そこは一応、いやミネルヴァはもう先輩が多いんで、やっぱまあこで、じゃあ後輩の日々の変化も楽しみってことね。本当に旅行行って思ったんですけど、すごい先輩がサクさんとか他の先輩とかね、そういう環境が結構久しぶりやったんで、そうだね、めっちゃ心配してくるんですよ、いろいろ。物落としてないみたいな、大丈夫みたいな。いやもう本当に昔からなんですよ、スバルは。物、携帯とかもここら辺の、今も置いてるんですよ、もうここら辺、携帯、ね、ガラフォーって言うんですけどね。それはいいやな、それはいいやな。初めてした、ガラフォー。いや、やっぱ心配ですよね、うん、うん。お父さん、お兄ちゃんっていうか弟みたいに僕は思ってるんで、まあ、夏希も久しぶりに先輩に触れたなみたいな。まあそうだね、めっちゃ心配してるやん。やっぱしんどいよね、急にさ、先輩いない環境でちょっと一人で頑張れって俺言われたら、いや、しんどいかな。不安になるんですよ、ね、いや、やっぱ難しい、しょうもんが多いから、うん、ね、分散できないから、しょうもんがな。なうん、笑いご、全然笑いごじゃない。そうですね、ね、いやもうね、サクさんは本当にお兄ちゃん、真面目なお兄ちゃんって感じで本当に言ってほしいですから。言ってほしい。だから僕はやっぱだらしないじゃないですか、やっぱいろいろ。まあまあ、だからまあ、ね、やっぱいろいろちゃんたまにはいたずらもしたくなるしみたいなね、それは。ああ、まあそこが、だからそれは怒らん方がいいってこと、俺は。いやいや、全然それ怒っ、いや、それはもちろん。悪いとこはもうそれ。いや、それはそう、お互いよ、みんな。みんな言い合える環境がいい。はい、はい。ね。それはまあ、ね、上下も確かに大事。そうも大事ですよね。そう、ミネルヴァの良さって多分ね。尊敬はしますからね、やっぱそう。やめるんですか、喋んなくないですか。鼻から出てくる、なんかこの時間よ、これもお金発生してるから。この下りも、いやいや、さっきは怒らないって言ったけど、いや、それをしたことによってじゃあどうなるってね。まあまあ、そう、ね、これ見てる人ね、めっちゃ勇者もうそう、はい、ね。いやだから違う、いや違うよ、でも安いね、でも安いよね、これ別にいい、かわいいよね、これ俺好きですわ、こういう東京みたいなね。いや、いい、いや、なんか真面目な話どうする、このまま真面目で行っちゃう、じゃあ真面目で行こうか、じゃあ行きましょう、それは。たまには、はいはい、いつもなんかお茶だけでね、前回のタバスコみたいなの飲んで、それは、そんなのやったそう、やっぱね、初めて見る人も分かんない、真面目な人がいい方はね、そしたら俺らのアピールにならないから、ふざけてばっかりね。それやめましょう。じゃあ、すばらく、その真面目な、何について真面目に語るかって。いや、まあ、その、僕はもう、なんすかね、ね、ああ、やばい、1分前、いや、じゃあ1分前はやめましょう。じゃあ告知いきますか。あ、あるんですか。あ、お願いします。お願いします。覚えてないの？サクさんの、いや、俺の前にさ、なんとミネルヴァ3月14日パホワイトデーパイベントやっちゃいます。イエーイ、やっちゃうよ、パパパパパパ、やっちゃうね。からの28日、はい、僕バスでやっちゃいます。サクッとはい、などなど、まだね、他にも多分イベントまだできると思うんで、3月、ね、2月はもうイベントないんですけど、ぜひミネルヴァにお足を運んでください。じゃあねー、バイバイ。一言、うんこ。いやいや、最悪や、最悪や、最後そむいてビクビクしてては、つかめないような心、歯食いしばって胸を張って、茨の道行け侍よ。強くなれ、強くあれ、自分に負けない心持って、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ、強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。侍よ、強くなれ。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。